はい、こんにちは、皆さん。で、今日からですね、新ユニット来ました。3人なんですけど、名前はマレフ、ホリアとラウダ。で、この3人ね、まあ、新しいスキルとかないんですけど、まあ、とりあえず結構、まあ、かなり優秀なユニットたちなんですね。とりあえずマレフ、炎属性のやつ、闇属性かと思ったんですけど、まあ結局炎属性なんですね、マレフは。まあ6属性ができて、で状態異常とかもできるんです。まあかなり優秀で、6属性というかどんな属性、バフ選択ことができるんです。だから優秀なんですね。で、ホリア、真ん中の水属性の女性なんですけど、彼女は結構ね、優秀なんですね。SPB に弱点ダメージ無効とか、クリティカル無効もできるんですね。で、状態上から守ることもできるんです、3段に。で、とりあえずやりましょう。70回までできるんです、今回。ダイヤ用意したのは。まあ、もちろん、そのダイヤがなくならずに、3人。この3人全部ゲット欲しいんです。いきなり黒扉なんですけど、マレフバンチマザミ待ってる。マザミは結構いいキャラなんですね。まあでもマレフが来たからどうかな。アザミはまあまだまだ使えるんですけど、来い。で、今回のシリーズはね、なんか、アークはね、アークの能力が、まあ、この新ユニットたちには持ってるんですね。全部。お、いきなり黒扉。マレフパンチ。新ユニット。カロン。アニマ。持ってる。カロンは2体も育てたんです。で、新ユニット光属性のやつ、ラウダ、あれは新しいカロンかなと思います。まあカロンはまだまだね、一番、ビビダメージアップバフね、一番強いなんですけどね。シアンいらない。とりあえず今のところはね、星7はいらない。スパークダメージ 50%、 これいいんですね。で、2回ごとに、せめて星3のエルギフがもらえるんです。クルドいらない。アデルいらない。星5のもね、たくさん持ってるんですね、アデルは。いらない。そのエルギフは、9回目ですね。まあ、早めにやってます。70回までできるんですけど、すべての新ユニット、ゲットできるのかな。おい、割れて。マレフパンチ。ああ、なんでクリックは。なんでクリック。おお、来ました。割れてない。ああ、とりあえず黒扉じゃなかったら新ユニットじゃない。いつも通り。エルギフはどれもいいんですけど、スパーク G 確率、スパーククリティカル発生。おお、悪くないかな。割れて。マレフはどこですか。マレフ、おお、来ました。マレフアバカード。ああ、メロイド。まあメロイドはいいニートなんですけどね。でも持ってるもういらないんです。これで
いやー、そろそろね、古い星7とかもういらないんです。ワレフバンチ来ました、マレフ。よっしゃ。タイプはアニマかな。アニマが美味しいんです。アニマかガーディアンぐらいかな。よブレイカー、まあブレイカーでも OK です。まあ何のタイプでも OK なんですけどね、何のタイプでも OK です。でも選択ことができたら、まあアニマとかガーディアンとかで、残り2人ですね。パメラ、パメラはいいユニットなんです。すごくいいユニット。星5と星7としてはすごくいいユニットです、パメラ。でも何体も持ってるんです。でエルギフはおじさんからは何がいいんですかね。いや、いらないわそういうの。残りはなんだっけ、ホリアとラウラ。ゴルソはすごくいいキャラですね。欲しい方として、欲しい7としても OK なんです。ホリアとラウラ、うん、カノンいらない。まあ、お仕事としては悪くないんですけど、カノンは。ゼルカルマアイテムいらない。スイエルギフ。頼む。出てくれ。ホリアーチョップ。ゼット。持ってる。20回目かな。ホリアー。いやでもね、黒扉ね、出るのがまあ結構いい多かったんですね。まあ幻想侵害ユニットはもうたくさんになってるから、ホーリアパンチラウダーでも OK。 ヒスイ、あー、ヒスイね、たくさん取ったんですね先月。クロドビラじゃない、キラー嫌い。エルギフは星さんなんですけど、ヒーダメージ自覚率状態上ランダムに発生、こいつはかなりいいかな多分。でもそんなにいらないんですね。バフからもらえる BBSBB 来い。ほらか、こうよ。ホーリア、いやー今回ね3人なんですけどね、先月は2人とか、今回3人か。70回までにはならないでください。なら来い。黒扉じゃない。ホリアとラウダー来ました。ホリアパンチ、ホリアアッパーカード、ホリアまたマレーフなんですけど、今回今度こそアニマオラクル、いや関係ないな。星4のエルギフ、クリティカル率アップ。ふんふん、こい、おー、いいね。ホリアーパンチ、連絡いらない。アニマもういらないんです、本当に。2人も剃られたかな。うん、ドゥーレ、うん、たくさん乗ってる。来い、星4のエルギフ、何がいいかな。
確率で防御の日。